はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです、今日は皆さんにウェディングブーケの作り方を教えます、ね、ウェディングブーケって名前がついた瞬間にボンと価格がね跳ね上がるんですよ。もうホテルに頼んだら5万とか6万とか、まあコロニアルでも3万とか2万とかしますよね。もうあれはっきり言ってぼったくりすぎですなので皆さんね、自分で作って、まあ、プレゼントするとか自分の挙式に持つとかしたらものすごくこうリーズナブルに出来上がるわけです。なので今日はね、そんなリーズナブルなウェディングブーケを皆さんに伝授します。では早速いってみましょう。今日使うのはこのトルコキキョウ、これで5本です。これサムシングブルーって言葉皆さん知ってますか？これなんかね、ブルーの花を少し入れるとこう幸せになれるみたいなサムシングブルー。今回ブルースターを5本使います。それとキキョウランが2本とこのドラセナを1本ですね、これでやっていきます。ではやってみましょう。まず最初にこのトルコキキョウ全部こう枝は取って、こういうような一個一個のパーツに分けていきます。その時に葉っぱはもう全部こう取っちゃってください。こういう状態でパーツにしていきます。はい、続きましてこのね、キキョウランも全部こうこのように葉っぱを1枚ずつにしていきます。次にこのドラセナもね、全部もう1枚ずつにしちゃいましょう。で、キキョウランはこのように丸めて、で、ホチキスで留めます。ここ斜めに留めると裂けないです。これを5、6パーツ作ります。はい、では始めていきます。まずはね、このトルコキキョウを持ちます。まあ、トルコキキョウをこう重ねていきますね。同じ、もうウェディングブーケの時はこうアップダウンというよりは同じ高さでこう重ねていきます。こういうようにね、なんていうんですかね、少し上からだんだんこうだんだん丸みが帯びていくようにこう持っていくんですね。これがポイントです。でこうある程度白がこう出来上がってきたら、ここで色を入れていきますね。これサムシングブルー、ブルースターですね。これを入れていきます。はい、こんな感じに入れました。でちょっとね、先言い忘れましたけど、下はやっぱこうスパイラルって言って、こう螺旋状にね、全部螺旋状にこう一定方向に組んでいくんですけれども、まあただ、まあ、実際ねトルコキキョウだけで作ってる時はそんなにスパイラル気にしなくても多分綺麗にできると思うんで、上の出来上がりを重視して作ってください。でここらはちょっとグリーンを入れていきましょう。はい、こちらでこうお花がね組み上がりました。こんな感じです。結構かわいいでしょ。僕大丈夫、こんな感じです。そしたらここにグリーンを入れていきます。こう丸めたキキョウラン、こうやって入れていきますね。はい、丸めたキキョウランがこちら側にこう入ってますね。これトルコキキョウってあの茎がすごく柔らかいんですね。だから、まあ、下にこうなんかホール、下から上に上げるようにホールドしてあげるものがないとみんなこう折れちゃいます。なのでそこのところはしっかりとホールドしてあげてください。でこう長いキキョウランは、まあ、握り込むと、ここのね一つ上の葉、トルコキキョウありますよね、ここをの上のあたりにこう入れ込んでから少しこう手で握り込むと、さっき入れたキキョウランよりはちょっと入り方が変わっていくんですね。アクセントが変わります。これ難しかったらね、これやらなくていいです。僕は今やってますけど、ちょっとこれちょっとな難しいなと思ったらやらないで、もうさっきのところで終わりにしちゃってください。ここのパートはなくしちゃっても大丈夫です。はい、このようにキキョウランが入りました。そしたら最後にこのドラセナを
この一番下の部分ですね、この部分にこう入れて、これもこう握り込みます。これでもう完全にトルコキキョウが下に来ないようにブロックしちゃいますね。これを全部やります。はい、これでドラセナがね入りました。この状態でブーケは完成です。ここで結束をします。はい、こちらでラウンドブーケの完成です。いかがでしょうか。めちゃめちゃかっこいいです。かっこいい、かわいいです。めちゃめちゃかわいいです。まあ、このボリュームあったらどうですか。ホテルのブーケに見劣りしないんじゃないですか。すごいかわいいラウンドブーケです。ハンドタイプですね。はい、ではですね、今度パート2ではこちらをこの下をね、ブーケはこのまんまじゃダメなのでリボン上げします。そのやり方を教えます。では今日パート1はこちらで終わりにします。ありがとうございます。こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。熊本の皆さん、このフラワー TV は皆さんに届いてますでしょうか。まあお花をね作る動画ですけれども、少しでもねこのお花が皆さんの心を癒せたらなと思ってます。特に僕の代表を務める N フラワーデザインインターナショナルも南阿蘇に、まさに南阿蘇に支部があります。本田インストラクターをはじめ皆さん安否確認は取れましたので少し安心はしてますけれども、まだまだ皆さんにとっては不安な日々が続いていると思います。僕からはもう本当に頑張ってという言葉しか伝えることができなくて、こうできないんですけれども、このフラワー TV を通して皆さんにの心を癒せたらと思ってます。では頑張っていきましょう。